それでは太鼓レッスン行ってみようかな。はい、今回も柳川先生に教わりました。今回は屋台囃子の玉入れ編です。それではドドンと太鼓レッスン。柳川先生、よろしくお願いします。お願いします。先生、今日からいよいよ玉入れの練習ということですか。そうですね、頑張りましょう。でも屋台囃子って聞いてるんですけど、この締め太鼓も屋台囃子なんですか。そうですね、名称はこちらが表打ち、こちらが下打ちとか、まあ、裏打ちといって、でこれからやるのが玉入れ、全部ひっくりめて屋台囃子ということですね。なるほど。ということは、出汁の上にこちら叩かれる方、締め太鼓叩かれる方が乗ってるってことですね。そうですね、まあ、あと鐘と笛が乗ってるわけですね。はい、じゃあ早速やってみましょうか。はい、はい、じゃあですね、この玉入れどこで入るかっていうのを説明したいんですけども、まあ、こちらの表打ちがドンドンドンって言ったら、一拍置いてコロ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 と入りたいと思います。まあね、この出汁がこう曲がる時の大切な役目なので、ちょっとこの入りは綺麗にやりましょう。はい、じゃあ僕は口でドコンドンって言ったらコロ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 と、ちょっと簡単に真似していただきたいと思います。はい、じゃあできなくてもいいのでやってみましょう。はい、ドコンドン、うん、はい、というような感じで入りたいと思います。じゃあこのコロコロがなかなか難しいんで軽く説明しますね。まあ、締めのバチの持ち方は、この柔らかく、はい、親指とこの中指あたりを支点にして、こう柔らかくこう持つような感じで遊びができるようにしますね。はい、これが持ち方です。でですね、こう構えてですね、この上げるときに、普通だったらこう両手で上げたいんですけども、この左を少し上に上げておくことで、コロコロコロというリズムが自然と左が遅れることによって綺麗に打てるわけですね。右から入るんですか。そうです。はい、はい、じゃあ、これを、じゃあ数決めましょうか。まあ、大体数決まってるんですけども、コロ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 コ、コロコロコ、うんうん、うんうんは休みなので、まああまり掛け声とか屋台林ないですけど、それと間を取ってもらえれば、ね、はい、いいなと思います。はい、じゃあやってみましょう。はい、ドコンドン、うん、それ、OK、まあ、こんな感じですね。まあ、それは地元の方にも掛け声はありませんから、まあ、心で言ってもらえる。コロ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 コンっていうのは跳ねる感じで叩くんですか。そうですね、もうここはもう球が転がってるように軽快に叩くところなので、はいはい、だから玉入れっていうですね。そうなんですよ、元気よく打てばいいんですね。そうですね、はいはいはい、この球が転がってるようなリズムを打つんですけども、まあ、この玉入れも前回表打ちの説明をした通りに、人によってアドリブでリズムが違うんですが、まあ、今日は時間もありませんので簡単バージョンでやっていきたいと思います。はい、じゃあもう一回転がしをやってみましょう。はい、ドコンドン、うん、はい、こんな感じですね。はい、はい、じゃあ最後に僕が下打ちを少しテッケッテッケッと合わせてみますから、お二人で転がしやっていただいてよろしいでしょうか。はい、じゃあ僕は一歩下がって、じゃあやりましょう。ドコンドン、うん、よし、 OK、 よくできました。よし、はい、今回のおさらい。バチは親指と中指を支点として柔らかく打つようにしましょう。そして左腕を少し上げた状態で両腕を持ち上げてから打ちましょう。じゃあ次回はですね、この転がしにつながるリズムでコットローというリズムとテッケッテケと、この重大な2個をやりたいなと思います。トロテケテケ、はい、聞き慣れない言葉だね。はい、じゃあ次回も頑張りましょう。はい、はい、じゃあ次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今回はどうでした。いや、やっぱり締め太鼓ってリズムが速いから、まだ腕がついていくのが必死なんですけど、
頑張って練習したいと思います。玉入れっていう言葉の通り、玉が転がるように打つっていうのを表現するのはなかなか難しいなと思いましたね。次3回目また頑張ってね。はい、はいはい、それでは次のコーナーお願いします。はい、太鼓ニュースです。今後のイベント情報、まずは今月26日から28日まで諏訪工芸大展示会が行われます。この機会にぜひどうぞ。そして4月25日には和太鼓スーパーライブ in スワンドが行われます。会場は午後6時からです。4月29日には太鼓祭り in 埼玉新都心が欅広場を中心に3カ所同時開催。詳しくはご覧の通り。そして番組では太鼓に関わる皆さんからのビデオレターを大募集。ご覧の宛先までご応募ください。生の太鼓演奏は最高ですよ。皆さんも足を運んでみてはいかがですか。次回も和太鼓スーパーライブ in スワンドの模様を紹介します。そして太鼓レッスンは基本フレーズ編です。はい、それでは太鼓チャンネル、また来週。